ニコニコハローゆうです。はい、今日は久々に、体操服を着てみました。はいいつぶり、本当に、去年ぶりかな、去年着たかな、どうだったかなそう、大人の玉手箱に入っていた、これ体操服なんですよ。そうそう、着てみました。どうですかねいやー、やっぱね、このブルマね、下のこれね、これ短くてユウの太さが、足の太さがバレちゃうはい、こんな感じですよ、うん、どうですかね。いや恥ずかしいな、これはすごく恥ずかしいで、今日は、体操服も着たことだし、久々にバランスボールを使って運動したいと思います。そう、新たにバランスボールを買ってきました。バランスボール買ったはいいものの、お家にずっとあって全然使っていないんでね、今日はバランスボールを使って少し運動しようと思います。トレーニングでは、まず基本中の基本からやっていこうかな。めっちゃ久々にやる。はい、まずバランスを取ります。10秒間、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お、結構これいけるね。いけるいける。うん。あとは、あ、腰回し運動も。ここ大股に開いて、あ、1回なんか1週間チャレンジってことで腰回し運動やりましたよね、ゆうね。それで、そう、ウエストがね、細くなったんだよね、何センチかあ、今思い出した、そういえば腰回し運動結構いいんですよね。うん、このバランスボールがあることによってこう回るからね、回るからちゃんと腰を、ま、回せるし、うん、いいね。はい、こんな感じですじゃあ次は、はい、じゃ次、足をこう乗っけて腕で支える、これ腹筋にも効く、うわ結構きつい、これね、これで、腹筋してみようかな。あー、きついこれ、意外にきつい、あーよいしょ、結構きついこれ、これだけでもきつい、これでいいや、これでバランス取ろうこれいいね、これこれこれ、いやーいいね、結構効く、これとあとはで、次バランスボールを足に挟めて、こういう風に足に挟めてこう上に持ってく、あーきつい、でこうね、右左に回転させながら、あーボギボギ言うてる、あーきついよ、こんな感じです。これとかも結構バランスボールっていろいろできるんですよね。で、あとはこれ、このバランスボールの上にお腹をこうね乗っけて、お腹でこう支えるみたいな感じですね。で支える、お腹で、いやーいやーちょっと待って、キャーいや危ない、危ない危ない、ご無事で何より、ふう、いや結構ね、結構今のだけでも汗かくでね、まだ続きがあるんですよ。そう、前チャットをやってたじゃないですか。でチャットを見てくださってた視聴者さんに、まあ、YouTube を見てて、で YouTubeのそのバランスボールの動画とかストレッチ系の動画上げてましたよね。で、それを見て、リクエストが多かったのが裸バージョンが見たいっていうのが多かったんですよね。そうそうそう、なんで、そのリクエストに今回答えようと思います。うん、裸バージョンの、バランスボールを使った動画を作ったので、はい、興味がある方、
見たい方は下の概要欄にその、URL 動画の URL を貼り付けておきました。よかったらクリックして見てみてください。はい恥ずかしいな。じゃあ以上、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。じゃあ終わります。バイバーイ。